皆さん、こんにちは。台湾海峡の緊張が高まる中、11月6日、中国大陸では反内戦宣言が静かに広がっています。匿名で公開された反内戦宣言には、大陸が台湾を攻撃してはならない竜を5つ挙げています。また 劉、阿修将軍が17年前に書いた本、勤門戦歴検討の中に、台湾問題に関わる思考の内容も同時にインターネットで広く伝われています。両方とも内容が素晴らしく、強い説得力があり、発熱している中共軍官たちに影響があると思われますので、文章を整理して皆さんに報告します。 反内戦宣言には5つの内容が含まれていますが、具体的には第一に、台湾と大陸の統一問題を平和的に解決することは中華民族の大義であり、台湾海峡両岸の指導者が高度な政治的知恵と民族に対する責任感を持って対処すべきことです。過去の国民党と 共産党の争いは民族同士の殺し合いと無限の苦痛をもたらしました介石と毛沢東は天下を独占するために内戦を行い人民に途端の苦しみをなめさせ歴史的な罪人となりました鄧小平の一国二制度による祖国の平和的統一の政策は 第二世代の指導者の高い政治的知恵と歴史的責任感を示しました。第二台湾の国名は依然として中国、つまり中華民国であり、法律的には外モンゴル、ウラジオストク、江東64島の含む約300万平方キロメートルの 領土を主張する権利を有していますが紛争が起きれば中国はその権利を失ってしまうでしょう第三 台湾は小渓国以降、徐々に国際基準に合わせて民主主義社会に入り、多党せ民主選挙制度を採用し、教育、医療、技術、年金などの生活は中東先進国のレベルに達し、一人当たりの所得は3万ドルを超え、人々は平和で幸せを暮らしているため、 我々には台湾人民を複数から救出すする理由がなくなくっています第4台湾海峡の両岸の間で再び戦争が起こると中華民族の活力が間違いなく損なわれ民族同士の内戦は国際部隊で恥さらしになり 戦争を起こした人は、反人類、戦争、大量虐殺などの罪で、国連などの国際機関に犯罪を追及されるようになります。に 中華民族復興の重要な時期に内戦を行うことは歴史の発展に逆行することであり台湾と大陸の平和主義者たちが達成した急にコンセンサスや一国二制度など平和的統一のアプローチに配置することです国中のすべての階層とすべての民族の人々が一致団結して内戦に反対しましょう この反内戦宣言の出所は確認することはできません。一般人か、あるいは平和的統一を主張する学者か、あるいは軍隊の構想幹部か、誰が書いたかは知れませんが、内容的には問題がなく、確かにその通りだと思います。内戦するといいことは一つもありません。 誰が書いたかはともかく内政の反対する声が出ている事態はとてもいいことです2004年出版された「金門戦役検討」の著者、劉ュウ劉ゾウ・将軍は1952年、山西省太元市に生まれ、武漢大学の外国部の英語科を卒業し、空軍上昇。 国防大学の政治委員として務めたことがあります。中国では政治委員の権限は学長より高いため、事実上の国防大学のトップでした。劉阿修氏は第三代国家主席李千年の娘婿だから、習近平を筆頭とした大使との主要人物です。劉阿修氏は 軍事小説を多数執筆しており、軍部内では人気が高い人物です。インターネットで広く伝われている金門戦役検討の中に、台湾問題に関わる内容を書き通りにまとめました。劉シュ氏は2年連続に台湾の武力で攻撃できるかどうかについて検討するシンポジウムに参加したことがありますが、 朝攻撃すれば夜勝利する。台湾軍隊は一撃にも耐えられない。我が軍は必ず勝つ。我が軍のミサイルは離島機の机を正確に命中することができる。など過激の話をして、会場がガヤガヤしており、みんなが冷静できないことを見て、現在空には衛星、地上にはレーダーがいっぱい配置されているので、 囚人監視の中、どうやって福建省に部隊を運ぶのかと質問したところ、それは簡単ですよ。7、日間の長期休暇の時に、全国では大勢の人が列車で移動するので、その時期に兵士たちに私服を着替えさせて、 列車で移動すればいいでしょうと答えた人がいたそうです。それを聞いて、劉阿修氏は苦笑することしかできなく、主催側から最後のコメントを頼まれたとき、最大の敵は自分自身だと一言しか言えなかったそうです。劉阿修氏は武力台湾攻撃を反対する理由を5つ挙げました。第一台湾の地形から見れば、 大陸に近い西海岸には上陸に適した海岸はほとんどなく、一般的には海岸線から 10km 未満のところから山地や森林となっており、山には長年かけて作られた常設統治下があり、強力で完璧な火力が配置されているため、仮に順調に上陸したとしても、海岸線は 遠い高台からの火力に簡単に制圧されるため上陸地は直ちに土雪上になってしまうから西海岸からの上陸は無理です上陸に適した場所は全部台湾東部海岸にありますが東部から上陸するためには島を一周しなければならないため海上での移動距離が倍になり奇襲戦略の達成が不可能になり 即戦即決はなおさら不可能です第2、台湾東部の軍用空港は山の中に配置され、1000メートルを超える大部分の滑走路は洞窟の中にあり、外部の滑走路は200メートル未満で、飛行機が洞窟を出るとすぐ飛び上がるから、核爆弾を使わない限り、ミサイルによる集中爆撃は役に立たないです。 台湾の中部山脈の幅は約 100km しかないため飛行機が離陸してから西海岸まで飛んできて参戦するには10分しかかからないです。台湾の空軍は戦闘力が非常に強く、パイレットは全員がアメリカで高度な訓練を受け、陸上だけではなく海上での訓練も受け、しかも 空母での離着、率の経験もあるから、大陸の空軍に劣らない実力を持っています。第3台湾は国民海兵勢で兵役年齢の予備役が。 200万人以上あり、毎年集中訓練するため、一旦戦争が発生すると、24時間以内に招集して編成することができ、しかも訓練を受けずにそのまま参戦することができます。まだ台湾は以前よりアメリカから先進的な防衛兵器を大量に購入し、米軍からの直接訓練を受けています。 最近はまだ M99 ドローンやハープン大艦ミサイルを購入し、沿岸の丘陵地帯の至るところに自動機関砲を密集して配置しております。これらは驚くほど殺傷力があり、解放軍の上陸に対処するには十分に余裕があります。 その上 F35 が導入されれば台湾等の制空権を完全に握ることができます。だから米軍が助けに来なくても周辺の同盟国が誰も賛成しなくても大陸が上陸地での一つ二つくらい確立するためには何十万の犠牲者を出しながら徹底的に戦わなければならないです。 しかし、現代化の港を占領できなければ、大型の機材は上陸させることができないため、すでに上陸した兵士たちは降伏しなければ全部殺されてしまいます。したがって、外来の支援がなくても、台湾自国だけの軍隊でも、大陸が強力な攻撃で勝つ可能性は極めて低いです。 だから大陸の基礎の軍隊の精鋭を大きく消耗させることになります。陸、海、空、三軍にロケット部隊を加えて膨大な死傷者を出して強力に攻撃しても上陸戦争に勝てるとは言えません。第4 国際情勢から分析すると、アメリカと韓国には相互防衛条約があり、アメリカと日本には安全保障条約が結ばれているため、一旦何があってアメリカが介入する場合、日米、米韓の条約が自動的に発効し、 日本と韓国も共同戦力としておのずと参戦することになります。日本と韓国はアジアの経済大国だけではなく空軍や海軍の強国でもあります。韓国の海軍力と空軍力だけでも中国と互角に称えるし、日本の自衛隊は人数は中国より少ないですが、 その実力と戦闘力は絶対に中国を超えています。さらに最近の日米豪印同盟により、アジアの海と空の大国のほとんどが台湾の味方をしているため、一旦何が起きれば中国は四方八方から攻撃されるでしょう。 南シナ海のベトナムとフィリピンはいずれもアメリカの徹底的な同盟国でありベトナムは中国に深い恨みを持っておりインドは国境線での戦争の復讐のためにあらゆる手段を使うでしょう一旦インドがインド洋に海軍を出してマラカ海峡を封鎖すれば中国の経済に最も重要なもの 食料と石油などの輸入が中断され輸出もできなくなります。こんな状態で台湾の戦役をどうやって戦うのでしょうか。台湾全域の占領は全く不可能です。第五、アメリカは参戦する勇気がない。本当に参戦すれば全滅させると言っている人がいますが、全く傲慢で自意識過剰な暴言です。アメリカには 特に台湾に対する戦争計画があります。20万人以上の中国軍が上陸した後、突然参戦して空と海での支配権を奪い取り、台湾海峡を封鎖して台湾軍と力を合わせて弾薬や物資の補給ができなくなった中国軍を 包囲して全滅させることです。この作戦計画は中国に極めて大きな政治的打撃を与え、体力に残っている軍隊の戦意を大きく揺るがし、破壊することになります。劉阿修氏はまた、中国人は無意味な言葉をしたり、ホラーを吹いたりすることをやめて、より現実的な話をし、本当に己を知り、 敵を知って、優しい心を持って、台湾と香港の人民の本当に同胞として考えれば、祖国の平和的統一の可能性は全くないとは言えないでしょう。さもなければ、同胞兄弟が互いに敵対になり、その結果は間違いなく、中華民族全体と公正の恥となるでしょうと書きました。 リュウ・アシュウ氏のこれらの話はとても理にかなうもので、リュウ・アシュウ自身も大使党の中でも比較的理性な人ですが、4年前に65歳で引退しました。いろんな情報から見れば、リュウ・アシュウ氏は習近平に排斥されて引退したのです。実は引退したのではなく、引退されたのです。 劉阿修だけではなく、大子党の中、ちょっと理性があると言われる人は、みんな習近平に排斥されています。習近平を助けて、反腐敗運動で大量な腐敗者を失脚させた王山氏もその中の一人です。反内戦宣言と劉阿修将軍の反戦文章が中国で広がっていることは、多くの中国人、 特に構想幹部の中に内戦の反対する勢力があることを意味していると思います。これはとてもいいことです。今日は中国国内の反内戦の動きについて話しました。ご視聴ありがとうございました。